そうだった。私、お絵描きすると虚無るんだったわ。みんな、助けて。って言いながら、私描いてるとき君たち見えないんですけどね。そんな時のために、私は、ちょびっとだけね、用意してきたものがあるんで、まあなんかのタイミングで発動するでしょう。コメントを全部積んだもんやばいんでやらないですけれども、良きタイミングで何か起こるでしょう。それまでは私がちょっとつなげます。ボイスボックスが見つかりません。ボイスボックスが見つかりません。ずんだ。なんだ？なんか言ったんか？これがないと声が出ないのね。はいはいはい。オッケー。これで多分発動した。ずんだもう帰るのだ。いや、まだ来てないから。見つからないのだ。まあ。ずっといるわけじゃないですよ。何かのタイミングで発動するだけで。1円600。いや、コメントないんかい。そう、今回はスーパーチャットのみね、ずんだもんに読ませる式にしようかなって思っていたんですけれども、声返してなのだ。まあ。有料の声なのだ。コメント欄にしてもよかったんですけど、お前らが一気に喋るとうるさすぎるっていうのを判明したんでね、ちょっと静かにさせて。320円、俺たちがシグレイなのだ。お金払ってまで言うことじゃなくない？これでいいの。これでいいのじゃないんですよ。済んだ食スパチャナでとくのだ。ラリエモンパッパありがとう。名指しで褒められてる。初見は買えるのだ。ちょっとうるさいかもしれない。初見は買えるのだ。うるさいかもしれない。今切ったわ。うるさいわ。皆さん今スパチャをね、読まれるかもと思って打っていただいたところ、大変申し訳ないんですけれども、ちょうるさくなっちゃったから削除させていただきました。ひどいのだ。悪ノリでお金投げるのは良くないんですよ。思ったよりうるさかった。またね、君たちが落ち着いた頃にオンにしようかな。また気が向いたらオンにしますから。金返せなのだ。それはすまんよ。俺たちのずんだもん返せ。お前たちのずんだもんではないんですよ。けども800円。お、ずんだもんの出番なのだ。ラーメンがうまいのだ。おうでもなかったわ。実は つけてたんですよ今。200円、ヘコヘコするのだ。あ、よくないやつだ。止まる。読み出したらみんな投げる。ちょっと私はね、一個ずつとね、対話したいわけなんですよ。すごいちっちゃい音で帰れなのだって言って、ちょっと静かにせよ。黙らした。金額言うの受ける。そうなんですよ。これなんかね、金額消せないんですよね。ありがとうございます。ずんだもん定期的に黙らされてくさ。うるせえんだもん。ポツポツとある感じだったらね、いいかなって思うんだけど、連続で来られるとね、嫌だな。赤スパで帰れっていうの何なんですか。圧強すぎるだろ。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ。